谷市長者は日本の研ぎ話の一つ。別代は谷市息子。代歴は不明。子供のない老夫婦が子供を恵んでくださるよう、村外れの観音様に祈ると、老婆に子供ができた。しかし、生まれた子供は人間ではなく谷市だった。それでも老夫婦は観音様からの授かり物として大切に育てることにした。ある日、ふとしたきっかけで谷市が、 馬の耳元から馬に囁くことで、自在に馬を操る才能があることが分かり、囲碁馬によるに運びを手伝うようになる。そのことが、評判になり村の庄屋が話を聞き知るようになった。庄屋は、谷氏の出自を知ると、観音様のご利益にあやかりたいと思い、谷氏と自分の娘を夫婦にする。信心深い娘は、谷氏との結婚を嫌がることもなく、円満に暮らし始める。 その後、ある夏祭りの日に、夫婦で観音様にお参りに行った帰りに、カラスに襲われる。その弾みで殻が割れてしまうが、中から普通の大きさの人間の男になった谷氏が現れる。それから夫婦と老夫婦は末長く幸せに暮らしたという。谷氏の殻に入った、無口で小さい人間だったという遺説も存在する。谷氏との縁談を妹に押し付けた姉が、 幸福そうな妹の様子に嫉妬してカラスを消しかけたとする遺説も存在する。タニシの方から呼びかける例、子になるべきタニシを野外で偶然発見する例など、またタニシでなく、ツつむりかえるサザエナメクジなどの例が存在する。また人間への変化も殻の破壊、湯、または水による変化、産経による変化などがある。いずれにせよ水人的性格を持つ。 ニシのシンボルからの変異であり一寸法師にも似た話である。婚姻による富を得て、次に人間への転化を図るなど、常に貧しさを克服し富を希求するテーマが貫かれている。ありがとうございます。